中年オタッキーです。長らくお待たせいたしましたっていうか、今回はねようやくやります。このニコン EM で、撮影してきたんですけどね、コダック WX っていうね映画用のねモノクロフィルムだと思うんですけどもね、これが非常に良い写りをするっていうか、そのコダックといえばね、まあモノクロフィルムといえばトライ X っていうのがあるんですけど、そのトライ X っていうのが最近ちょっとね牙を抜かれてるんじゃないかと、以前のその魅力がなくなってきてるっていうことで、でそのコダックの WX っていうその映画用のフィルムをねパトローネに切り出して撮影すると、その昔のトライエックスと同じようなね絵が撮れるっていうね評判が立っております。でそれでね、ドリームロコモティブ様から提供いただきましたので撮影してまいりました。その内容とかはね、やっていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したコダックのね、WX っていうフィルムなんですけどね、これ未来フィルムズオンラインショップでね現在も入手可能みたいですね。で、5本セットで6975円というふうに、記載があります。 ISO200 から250相当ということなんですけど、これデイライトだと250でね、タングステン光だと200という意味みたいですね。スチル写真用の白黒フィルムです。このフィルムの入材はスキャニングにも最適化されています。また、期限表示はございませんが新鮮なフィルムをお出ししておりますということなんですけどね、どうやら映画用の長巻きフィルムをねパトローネに、切り出して販売しておられるようですがね、他でも多分入手できるんだろうけど、ちょっとパッと見た感じ今未来フィルムズ、でしか入手すばありませんでした。今のところはね、でね、現像処理なんですけどもね、D76 現液20度7分ということですね。 ISO250 で撮影、希釈の場合は、20度10分という現像時間になっているようです。僕はねその富士のスーパープロドールを使ってますんで、このスーパープロドールの現像時間がねちょうど D76 現液と同じぐらいということで、今回20度7分で現像してきました。でね WX っていう名前なんですけど、コダックの場合ねそのトライ X って、トライって3ですよね。トリですね。3。でね、昔プラス X ってやったんですけど、まあプラス X が1って言うんですよね。でね、これ、その間なんですけどね、これ感度表示のね、記号みたいな感じのものだったのかなと思いますね。プラス X、つまり1が ISO100。で、トライ X が3で400。まあその間ということで250と。まあ、多分そんな感じなんじゃないかなと、まあ思うんですけどね。まあ、現像処理にちょっと注意が必要なんですけどもね、なんだっけ。ハレーション防止用のね、塗料がね、フィルムに塗られておりますので、確実に現像液がね、緑色に汚れます。現像液ね、使い捨てでない人はね、この緑色の汚れが非常に気になると思うので、全浴させるのをお勧めしますね。水で全浴するとこれが落ちますんで、だいたい3回ぐらいね、全浴するか、ちょっと長めに全浴すると、まあいいと思うんですけど、あんまりね、全浴時間を長くすると現像ムラにも繋がっていくと思うんで、まあ攪拌してね、捨てると。水を一遍ね、フィルムをね、リールに巻いてタンクに入れるじゃないですか。で、現像液を入れる前に普通の水で、洗うっていう感じですね。そうするとね、緑色のその、ハーレーション防止用の塗料が落ちてね、現像液が汚れないようになりますんで、その作業をやった方がいいとは思います。僕は今回やらなかったんで、現像液1本丸々、緑色になりました。知らなかったんで。でね、まあそれはどうでもいいんですけどね、でね、今回撮影してきたのがこの、ニコン EM ね、50mm の 1.8 ニコル AI 50mm 1.8 がついております。まあこのね、カメラを利用した、なんで使ったのかっていうのがね、 ISO250 結局ね計算難しいんですよね。僕体感露出でマニュアルで撮るんですけども、100
400、800、1600。まあ、こんな感じのね、フィルムっていうのはね、体感露出で簡単に計算できるんですけど、250なんで、250なんで、今回はちょっともう、チップカップなんで、AE で撮ってきたんですね。で、AE で撮るんだったらと思ってね、せっかくこの可愛いニコン EM がありますのでね。この EM で撮ってきました。レンズもね、これ 50mmF1.8 で非常に良い描写をするんでね、これは期待だぞと。撮り味がね、その昔のトライ X によく似てるよと、いう話なんで、ちょっと牙を最近抜かれてるっていう話なんでね、トライ X ね。ちょっと平凡なフィルムになりつつあるということですが、さあ、WX で撮ったらどんな絵になったのか、ここからは作例を紹介していこうと。はい、作例なんですけどね、尖ってますね、かなり、ハイキーです、でね、これはね、全部シャドウで撮ったんですけども、全部シャドウでこのコントラストですね。で、まあ、わかると思うんですけどもね、流情感はかなり抑えられております。いい感じでね、空気感が取れるというか、これはちょっとね、露出オーバー気味になっていますが、まあ、いい雰囲気で取れておりますね。これも全部シャドウなんですけども、かなりコントラストが高く仕上がってますね。で、この写真を見ればわかりますが、ラチチュードは若干狭いような気がしますね。まあ、パーフォレーション防止用の塗料が塗られているということでもありまして、強い光には強いんだと思います。非常にね、雰囲気のある写真が撮れると思いますね。で、その、昔のね、トライ X の味が出せるというのと同時に、やはり250ということでね、流情感は比較的抑えられてると思いますが、カットによっては流情感も出てますね。これもちょっと出てるかな。うん。まあ、ラチチュードが狭いのとハイキーというか、これはかなり流情感出てますね。なんでこれこんなに出ちゃったのかわかんないんですけども。で、まあね、見ていただければわかるようにね、結構尖ってます。最近のトライ X はどっちかというとね、ハイコントラストというよりは、階調がね、豊かになってきてると思うんですけどもね、この写真を見る限りでは結構ね、その最近のトライ X に比べると反対方向に行ってる、感じが見受けられますね。特にね、その、ラチチュードが狭いと。まあ、明暗、ハイライトシャドウが、まあ、はっきり出る、フィルムになるんだと思いますね。でね、このね、フィルムで撮られてる映画もあるようで、異端の鳥っていうね、なんか映画らしいんですけども、あまりにも残虐でちょっと見るに耐えないということで、僕も予告編しか見てないんですけどね、かなりすごい内容の映画らしくて、怖くて見てないんですけど、まあ、その予告編を見る感じでは、やはりね、すごいね、コントラスト、ハイコントラストに振った映像でね、印象的なね、映像になっているように思います。トライ X といえばね、もう昔からね、ハイコントラスト、で売ってたんですけども、最近は確かにね、ちょっと中途半端になって、で、その分ね、そのローライのフィルムとかにね、逃げる人がどんどん出てきて、はい、まあ、トライ X 使いにくくなったよっていうね、まあ話も聞いたことがあるんですけど、僕はね、昔からトライ X 使ってたわけじゃないんで、まあこんなもんなのかなと。で、まあ比較的ね、その階調とかも豊かでいい感じで撮れるんで、こんなものかなーと思ってね、使ってたんですけどね。本当にね、この2年ぐらいなんでね、トライ X を使い出したのが、もうずっと 100% 富士で行ってましたからね。で、まあ、今回その WX 使ってね、これ結構尖ってるぞと。で、感度もね、まあ、250ということでね、まあ、使いにくくはあるんですけどもね、AE を中心に使う方だったらね、全然使える、フィルムになっていくんだと思います。僕はね、その250っていう感度がちょっと微妙で、その250で撮るって言ったらマニュアルではちょっと難しいなーっていうね、感じになるんで、もし今度使うんだったら、ほんのり限界現像して200ぐらいで撮るか、それとも思いっきり限界して100で撮るかとかね、そういうのを考えていますけど、一般的にね、限界するとね、柔らかくなるんです調子がね。だからせっかくね、その
調子、そのハイコントラストが出る、フィルムなのに、減感現像して柔らかくするのは微妙だし、まあ、増感して400で使えばいいのか。まあ、そういう考え方もありますけどね。今度ちょっと使うときは、400で撮ってみようかな。400で撮って増感現像して、うん、まあ、どのぐらいの比率で増感していいかはわからないですけどね。増感特性とかも見たいんでね。こんだけハイコントラストでね、さらに粒子が荒々になってね、増感限度でね、やるとものすごい印象的な写真が撮れたりもするかもしれないですね。まあ、どういう場面を撮るかにもよりますけどもね。まあ、街角スナップとかで荒々しい感じを出すときは、このハイコントラストの WX に増感現像というのはありかもしれませんね。ただ、の現像処理がどうかということですね。現状ね、その WX っていうフィルムをね、果たしてね、ちゃんと受けてくれるところがあるかどうかっていうところなんですよね。で、まあ、今回その、現像を受けてくれる場所にもよりますが、20度7分という現像時間はおそらくトライ X とかネオパンプレスト400とかと同じ現像時間になると思います。で、現像ね、その未来フィルムズさんから買ったとしても、街ラボとかに出すときね、現像時間とかわかんない、こんなフィルム扱ったことなんかできないってね、断られる可能性があります。まずね、その、ローダーで巻いてあるフィルムらしいんでね、その街ラボで断られる可能性は結構高いです。で、まあ、断られなかったとしても、現像時間がわかんねえぞっていうね、話になってくると思うんですけどね、現像時間はその、トライ X と同じでいいよっていうね、説明で250で撮るのがおすすめになっていくかもしれないですね。ちょっと扱いが難しいフィルムになりますがね、使う価値は十分にあると思います。まあね、価格もね、その5本セットで6,000〜7,000円ぐらいか。ということは、ローライを買うよりはちょっと安いぐらいになっていくんだろうと思うしね。うん。で、定着抜けなんですけど、やはりトライ X と同じぐらい定着抜けは悪かったです。結構長時間定着しましたね。最近ちょっとコダックのフィルムを使うことが多いんで、もう今回ね、その、最近新しく定着液作ったんですけど、それはちょっと濃いめに作りました。もうコダック、とにかく定着抜けが悪いんで、定着抜けが悪いとね、いつまで経ってもね、その、現像作業が終わらないんでね、もうイライラしてくるんでね、ちょっと濃いめの定着液にしました。もう定着しすぎっていうのはないんでね、定着しなさすぎっていうのはね、結構あるんですけどね。はい、今日はね、こんな感じでね、このニコン EM を使ってね、WX で撮ってきた、動画になりました。いかがだったでしょうか。結構ね、好きっていう人は多いと思います。これね、結構ね、はっきり、ハイライトシャドウ出るんでね、僕もね、もう一本、今度増感して使ってみようかなと思いますが、予定がいつできるか、もうとにかくね、いろんなことをやってるので、手出しができるかどうかっていう感じになっております。はい、今回ね、フィルムを提供していただいたドリームロコモティブ様、本当にありがとうございます。あとカメラ提供していただいた高川さんもね、本当にありがとうございます。全然お金かかってないよ、今日の動画。ていうか、まあ、コロナがね、まあ、今はすごい、感染拡大してますけどね、コロナが落ち着いたらね、東京に行くということでね、今東京に行くためのね、お金を貯めるのに必死になってます。やっぱ東京一発行くとね、10万円ぐらいかかってくるんでね、どうやって捻出しようかねって考えております。はい、今日の動画はこんな感じ。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今日のトップバッターは、楓さんですね。こんばんは。毎度動画を楽しく拝見させていただいています。写真を2枚投稿させていただきます。撮影機材はライカ 3F にエルマー 5cm 3.5 ノンコート。フィルムはロモグラフィーカラーネガティブ100です。1枚目のタイトル、神戸北の坂にて、エルマの解放描写を確かめたく、夏空の下、あえて日陰を探して撮影しました。周辺のぐるぐるボケの中にピント目のシャープさが何とも言えない映りになります。2枚目はロモの夏ということで、こちらは F9 まで絞ってます。店員さんがロモらしくしておきますねと言われたものをお任せしたものです。ロモのフィルムを使うのは初めてですが、なるほど、これがロモかということなんですけど、ロモのフィルムね、噂では中身はコダック
ックになっているという噂ですが、ちょ定かではないんですけどね、コダックで、そのレシピは違うっぽいんですけどね。で、写真なんですけど、まあ、1枚目は開放ということなんですけど、やっぱ結構開放だと後ろがざわついてしまうんですね。でもまあ、描写はすごく良いのはわかります。フィルムの方なんですけど、ノンコートということで、まあ、はっきり評価はできないんですけど、2枚目。結構にじみが出ているようにも見えるんですけども、これはノンコートのレンズが影響したのか、ロモのフィルムが影響したのかわからないですが、色調は確かにロモっぽい色は出ていると思いますね。はい、カエデさんありがとうございます。で、次はね、チトシキューさんから2枚ですね。タイトルが1枚目が吸い込まれる。2枚目が駐車場ということですね。カメラはどちらもオリンパス OM10、レンズ随行 50mmF1.4 アグファ APX100 で撮られております。で、1枚目なんですけどね、これ非常にね、構図がいい、狙いもいいと思いますね。本当に吸い込まれる感覚、ピント面もね薄くて、まあ、開放で撮ってあるように思えますが、ドンピシャのピント面だと思いますね。いいところに合ってますね。2枚目の方はちょっと平凡な写真になってしまっておりますが、まあ、400ということで結構流暢感は出てますね。まあ、シャープには撮れてるんだと思います。ほぼシャドウで、光がない写真にはなるのかな。はい、一としきさんありがとうございます。次はね、放課後クラブさんですね。おたきさんこんばんは。作品投稿のコーナーに投稿させていただきます。カメラニコン F、レンズニッコール NCO と 28mmF2。これは本当にあんま効かない、レンズということですね。フィルムはシネスティル 800T となります。原宿といえば家、暗い夜で露出はかなり悩みました。発色が特徴的なシネスティルを活かすため、体感露出よりもさらに明るくした、18分の1 F2.8、フォーカスは無限、コンクリートの植え込みにカメラを置いてノーファインダーで撮りました。1本2500円のフィルム。おいそれ買えませんが、色補正なしでこの発色は夜に出かけたくなる一本です。レンズも一段絞っただけの割にシャープで久々に満足な現像になりました。多少トリミングしていますということで、タイトルは原宿アフターザドリームということなんですけどね。で、写真なんですけれども非常にいいんですがね、トリミングするんだったらもっと大胆にやっていいと思います。僕だったら縦構図にしてこんな感じにしちゃうかな。ちょっと流暢感は出ていますがね、それがフィルム写真らしくてまたいいんじゃないかなと思います。非常に街灯の光とかがね、このボワッと滲んだ感じが非常に雰囲気のいい写真になってますね。シネスティル800、僕も使ってみたいんだけど、なかなか入手するチャンスがございません。値段がね値段がすごいんで。はい、放課後クラブさんありがとうございます。次はサムライジャパンさんから投稿ですね。2枚、1枚目タイトルは7時の静寂、再生コンタ 6×6/6/9 しよう。レンズテッサー 105mmF4.5、 相当古いカメラでしょうか。シャッター音がバチンという感じでかなり豪快です。三脚立てでスローで撮りました。2枚目は地元の北運河での散歩写真、タイトルは水面に立つです。カメラペンタックス K1000SE、レンズは FA リミテッド 43mmF1.9 使用。フィルムは富士のカラーネガ、ネガ100ですね。で、写真なんですけど、1枚目こういう写真大好きなんですね。これ手前のね、これ船かな、イカ釣り漁船かなんかをシャドウにしてね、非常にね、色調がいい。フィルムが、プロ 160NS ということで、ナチュラルな再現になるんですけど、結構いい感じに撮れておりますね。2枚目はまあ平凡といえば平凡なんですけどね、また反射をね、うまいこと利用した、この間のゆらゆら工場だったっけ、あれに近いものがありますが、その船をね、うまいこと取り込んで、面白い写真になっていると思いますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。最後になりますけどね、秋潤さんですね。おたきさんこんばんは。キャノン AE1 の庭のお花編を投稿します。レンズ前回同様カビ取り成功の FD3570F2.8-3.5、フィルムは22年前のフジカラースペリアエクストラ400、1枚目、初一眼の夢な世界、描いてた世界を理想通り切り取ることができました。2枚目、バックが冴えない。フィルムを現像だけしてもらい、健康 KFS14WS でデジタル化、
ちなみにフィルムは1999年の海外旅行時に購入し使わなかったのをジュラルミンケースに入れてました。まだ1本あるので FTQL かミノルタハイマチック 7S のテスト撮影に使うつもりです、ということなんですけどもね。写真なんですけど、これ本当に20年前のフィルムかっていうね、綺麗な発色ですね。驚きです。2枚目もそうなんですけど、これ粒子がちょっとね、荒っぽい以外はほとんどそのまま撮れてますね。ジュラルミンケースの中に入れて保管するだけでこれということは、結構涼しいところに置いてたんじゃないかな。温度変化にも弱いし、湿度変化にも弱いし、結構フィルムって弱いものになるんですけども、まあ、常温でね、ジュラルミンケースでこれで20年、22年ぐらい前か。大したものだと思いますね。はい、秋潤さん、ありがとうございます。でね、タイトル画面なんですけどね、非常に悩みました。ね、一都市九さんの一枚目、で、放課後クラブさんのね、写真、で、侍ジャパンさんの一枚目なんですけどね、めちゃくちゃ悩みまして、放課後クラブさんのね、作品をね、ちょっとトリミングしたやつを、タイトル画面にしようと思います。これね、やば、まあ、どうしてもね、その、置いてね、三脚とかがないんで、置いて撮ったっていうことなんですけど、トリミングすればね、なんとかなるんですね。で、トリミングは結構ね、構図は結構大胆にいった方が、絵になると思うんで、僕が考えた、そのトリミングの、構図で、タイトル画面にさせていただきます。すいません、ちょっとね、オリジナリティはちょっと欠けてしまいますがね、放課後クラブさん、すいません、結構いい写真だと思うんでね。それではここからはね、俺のカメラのコーナーになっていきます。はい、俺のカメラのコーナー。今日もね、俺のカメラのコーナー2名、紹介しますが、ちょっとね、最近俺のカメラの投稿がすごく多いので、お待ちいただくことになっております。それでは、1名目ですね。佐賀 B28 直屋さんの俺のカメラですね。おたき様お疲れ様です。佐賀 B28 直屋です。今回は俺のカメラへ投稿します。今回の、俺のカメラ3:1の FTV、中学の時に買ってもらって以来使い倒し、シャッターマークが劣化したシルバーの FTV と後期型と、去年ジャンクで買ってミラーに不調が出たブラックの FTV 後期型、そして先日買ったファインダー不色のシルバーの旧型 FTV 初期型ですね。それぞれの良い部分を整備を兼ねて1台にまとめました。当初は黒一色で決めるつもりですが、旧型と後期型では巻き上げレバーの取り付けが違ったため黒レバーにできず、シルバーのレバーとバランスを取るため巻き戻しクランクや速度ダイヤルのネジ、セルフタイマー部のネジ等にシルバーを使いました。改めて見直すとブラックの中のシルバーが目立ち、少々ゴージャスな雰囲気になって、これはこれで良いかなと思います。ちなみにベースは旧型 FTB です。旧型と後期型を比べると後期型ギア等のプラスチック率が高い、旧型の方が耐久性が高そうに思います。実際ベースにした旧型は快調です。個人的に FTB の最大の特徴は中央部分走行と思っていますので、露出が正しく調整したつもりですが、果たしてってことですね。これね、まあ世界に1台の FTB になってるんですけど、3:1ということは相変わらずね、修理スキルの高さが、垣間見えますが、これ面白いカメラになってますね。あえて塗らずにシルバーをそのまま使ったのも面白いかな。そのシャッタースピードリングのあたりにもシルバーがバランス的には欲しかったところですね。これは面白いね。旧型と新型が入り混じっております。はい、佐賀 B28 さん、ありがとうございます。次が、画面が変わらない、ファーストインパクトペプさんのね、投稿ですね。いつも楽しく視聴させていただいております。ファーストインパクトペプです。俺のカメラに投稿します。カメラはソニー α7C です。レンズはニッコール SC55mmF1.2 ですが、マウントアダプターはニコンから、ライカ M マウントで、そこからマニュアルレンズでもオートフォーカスが使えるようになるテックアウトのマウントアダプターを経由してボディに装着しています。
で、もともと動画を撮るためにオールレンズを始めたのですが、ニッコール 55mmF1.2 のボケ、フレア、ゴーストがめちゃめちゃ気に入って、そこからどっぷりニコンにハマりました。撮影はニコン Z7、ニッコール ZMC50mmF2.8 です。秋に発売されると言われる Z9 は動画性能も良いらしいので気になってますってことなんですけどね。これ α7C なんですけど、マウントアダプターが3つ噛んでるのか、なかなかになりますね。これなんか柔らかいものがついてるのは、これモフかな、ここにスピーカー、があるんですね。 α7C ということで、確かこれフルサイズ、のコンパクトミラーレスになるのかな。僕は使ったことがないからわからないですが、まあ、こういうのもありなのかなとは思いますね。で、撮影機材が Z6?Z7 か。ニッコール ZMC。結構お金かかってますね。僕はね、ZFC がちょっと気になっていますが、ちょっと余計な話をしますけどね。ZFC はね、カメラが生き残る道を示しています。これね、この話はちょっと長くなるんで、まあ、この動画、今日の動画はここまでになっているんですけど、デザインを重視してあるんですね。結局ね、その ZFC っていうカメラは APS-C じゃないですか。で、画質にこだわってる、もちろん画質もそこそこいいんでしょうけど、画質よりはカメラのデザインにこだわってるんですね。つまりそのカメラというものを持つ所有、所有満足度、を重視したカメラだと思います。これがね、その、もしね、その画質を優先していくんだったらフルサイズになっていくんでしょうけど、フルサイズになるとボディがでかくなっちゃうんで、その、ZFC のね、ニコン FE とかね、あの辺のデザインに似せていくっていう路線から外れてしまう。そういうわけで APS-C にしたんでしょうけどね。まあ、現状ね、その、スマートフォンのカメラがね、爆発的に性能向上してきてるんですね。まあ、この間、出たギャラクシーなんかもうとうとう 8K で撮って切り出すぞっていうね、レベルの話になってきました。まだね、その、一眼カメラがまだやってないようなことをね、もうスマホがやり始めたんですね。シャッターチャンスに強いっていうか、もうずっと撮ってるんでね、どこから切り出せばいいかっていう話になって、もう こんな話が早くもスマホで始まってるんですね。で、その性能的なアドバンテージはもうすでにね、スチルカメラにあんまりなくなってきてるんですね。暗所性能と超望遠、超広角ぐらいで、あんまりその差がなくなってきてると。じゃあ今後ね、カメラを売るためにどうしたらいいかっていうのは、やはり所有満足度ですね。カメラというアイテムを持つ喜びを伸ばすと。で、ニコンが出した答えが ZFC なんだと思いますね。で、まあ、性能で、Z9 が動画性能がいいと、まあ、確かに性能はもちろんそうなんですけど、それはものすごいニッチな世界の話になっていくんで、大半の大衆に受け入れられないと。で、Z9 おそらくね、40万も50万もね、していくカメラだと思いますし、それだけのお金を出してね、そのカメラを買うのはちょっとやっぱしんどいということでね、スマートフォンのカメラがあるのにねっていう話なんですよね。で、ここからは僕のおすすめのやり方になりますけど、もうデジタルはスマホでいいと思います。ぶっちゃけた話ね。動画性能もね、結構十分なものになりつつありますし、動画性能に特化したスマートフォンであれば、スチルカメラ必要ないと思います。まあまあ、その、ニコンとかキャノンとかソニーの人が聞いたら怒るかもしれませんが、デジタルはスマホで撮って、趣味写真というか、記録写真か、は、フィルムで撮りましょう。まあ結局そこになっていくんですけど。まあ、フィルムね、写真ね。最近流行ってきてはおりますがね。その、使い方もね、ちょっと面白い使い方になってますね。最近の若い人はね。フィルム現像しても、その、スリーブはね、いらないっていうんですよね。で、現像したデータをスキャンして、現像したフィルムをスキャンして、ほんでデータをね、スマホに送ってくれっていうね、使い方をしてるみたい。僕はこれはどうかなと思いますけどね。スリーブはやっぱ持って帰った方がいいと思いますけどね。最終的にどこ行ったか分かんなくなりますからね、デジタルのデータってね。もう一回見て終わりっていうのはもったいないような気がします。はい、今日の動画はね、ちょっと最後にいらんことをね、挟みましたがね。やったやっちまったコーナーも来てるんですけど、ちょっと今日余計なことを話しちゃったんで、次に回します。で、次はね、何をやるかって言ったらね、こいつを紹介していきます。
あ、こんがらがっちゃってる。これミノルタのね、アルファ9000ですね。ようやく取り上がりました。結構たくさんの人にね、協力していただいて、修復したこのアルファ9000でありますが、あんまり調子良くなかったです。あんまり今から調子良くなっていくのかもしれないけどね。交互期待、どんなカメラなのか。まあ、ちょっと面白いカメラですよね、このカメラね。はい、それでは今日の動画はここまで。また次の動画、アルファ9000の動画になっていくと思いますが、お待ちくださいませ。非常にね、暑くなっておりますので、熱中症に注意ということと、あと感染やはりね、広がっておりますね。もうこれね、僕らはね、本当に運転していたらわかります。運転してる仕事をしてるとね、わかります。もうとにかくね、若い人たちがね、車でバンバン遊び回ってます。四国にもたくさん来てるんで、僕の家族にももう外食禁止令出したんですけど、もらっちゃうぞということでね。もうとにかくね、若い人がどんどん広げてるという現状です。もう今一度考えてほしいですね。政府が悪いとかね、なんとか言う人がたくさんいますけどね。やはり悪いのはね、広げて回ってる人だと僕は思います。これはね、たとえ動画に低評価がついたとしても変わりません。あなたたちはかかっても死なないかもいいか、死なないからいいかもしれないけど、そのあなたたちからもらって死ぬ人たちのことを考えましょう。行動は慎んで、自粛してほしいものですね。政府のやり方もちょっと悪いような気もしますが。そんなわけで今日は終わっていきます。チャンネル登録、全然増えておりません、最近。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。で、高評価、コメントの方ね、高評価もポチッと押すだけなんで、ぜひともお願いします。コメントの方何か感じることありましたらね、どんどんコメントいただけたらと思います。一応全部ね、返信をつけていく予定でありますが、結構今繁忙期でバタバタしているので、ね、返信が遅れがちになっております。頑張ってね、1週間遅れてでも10日遅れてでも返信はつけていこうと思ってますんでね、頑張ってね、ぜひコメントの方よろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。